今回の飯よりさん、換気が好きということなんですが、どういうことなんでしょうか。すっごく綺麗好きとかですかね。いや、なぜか待ち合わせ場所が鍼灸院ということなんですけれども、あ、ありました、ファン鍼灸院、ここですね。失礼します。こんにちは、MBS の辻沙織です。よろしくお願いします。ちょっと今治療中なので少しだけお待ちいただいてでいいですか。はい、すみません。どうぞおかけなってお待ちください。はい、うん、痛いって聞こえるんですか。痛い痛いって言ってません。何されてるんですか。まあ、ちょっと針治療なんですけど、日本一痛気持ちいい針を打つ鍼灸院で、骨と筋肉の境目に針を打つんで、ガチガチに凝ってるところとかそういうのを和らげる針治療なんです。鍼灸院で院長を務める笑顔が素敵なこの方は、三度の飯より換気が好きな村上純一さん。三度の飯より換気が好きというのはどういうことなんですか。はい、こちら、お、カーテンかかってますね。はい、すごい圧巻ですね。換気扇自体、換気扇を集める趣味を持ってまして、換気扇マニアなんです。そう、今回の飯よりさんは大の換気扇マニアなんです。ファン鍼灸院のファンとは換気扇のこと。看板をよく見てみると、プロペラがデザインされていました。壁一面にずらりと並べられた換気扇、その数なんと38台。一つ一つにそれぞれ愛着があるんですか。愛着があります。もう最近のものでも愛着があるし、はい、古いものでも、はい、村上さんの特にお気に入りの換気扇どれですか。この中でデザインが結構好きっていうのは、こういう50年ぐらい前のものとか、ちょっとこれの次のモデルはこう色がこう変わって、はい、こうちょっと70年代80年代風になるとか、こう、まあ、何が違うのかもう分からないですけどね。私からしたら ロゴこれロゴが古いナショナルで、はい、こっち側がちょっと新しいナショナル。これですか。え、何が違うんだろう。あ、まあ、言われてみればちょっと違うかなぐらいですね。そうそうで最後こうなるんで、パナソニックになるんで、ナショナルとパナソニック一緒なんで、はい、へー、もうそこから私知らなかったです。ああ、そういう世代なので今回はこれ全部ナショナルとパナソニックで揃えてる。今回は揃えてる。そう、この前までは三菱フェアだったんです。あ、そうなんですね、うん、誰に見せるわけでもないそうなんですが、半年に1回展示するメーカーを変えて楽しんでいるそうです。じゃあ同じように三菱コレクションもあるってことですか。あります。なので総トータル今315台在庫持ってます。315台。村上さんのコレクションはなんと300台以上。そのほとんどが箱のまま大切に保管され、中には一度も開けたことがない換気扇もあるそうです。まずは飯よりさんの中で最も熱いという換気扇を紹介してもらいます。こちらです。すごいでしょう。今の僕のトレンドがこれみたいな今見てたのとほとんど何も変わらないように見えるんですけど、ちょっとここ2つがすごい変わってて、はい、プロペラ見えないじゃないですか。見えないですね。じゃあ紐引っ張りますね。はい、はい、開いたそうなんですよ。開くんですね。開くんです。1984年業界初の可動パネル付きとして発売された東芝のかくれんぼ。当時の販売価格は1万4500円だったそうです。他にもプロペラの羽が11枚もある換気扇や、フロントカバーにステンレスが貼られた換気扇もあります。中でも特に珍しいのが1970年代に日立製作所から発売されていたというこの換気扇。どこが珍しいかというと、なんか見たことないでしょ。見たことないですね。もう専用の、はい、換気扇専用のコンセントで、はい、リモートコントロールスイッチで大掛かりなんですね。大掛かりです。これを回してつくの。そうなんです。スイッチ入れますね。はい、あ、回りました。これ風が強ですね、はい、で次吸気。
逆回りになります。こっち向いて風が吹いてきます。ああ本当ですね、うん、風感じますね。へえ。でスイッチオフにするときがちょっと奇抜な動きをするんですけど、はい、なぜか逆に回って止まるんです。本当ですね、逆に回ったちょっと変な構造してます。ちょっと変はもう私からしたら村上さんですけどしかし一体なぜここまで村上さんは換気扇にハマっていったのでしょうか。換気扇がもうすごく好きっていうのは伝わったんですけれども、はい、いくつぐらいの時から好きだったんですか。それがね2歳から、はい、2歳。はい、きっかけは何だったんですか。きっかけはもともとプロペラ、はい、飛行機のプロペラ、風車、風車、はい、いろいろそういうプロペラが好きだったのが毎日見れる家の中の換気扇が一番身近だったから、はい、そこにシフトしたんじゃないかなと思ってるんです。最初に手にした換気扇っていうのは、2歳の時に親戚の人がくれた真っ赤なプロペラの三洋の換気扇があったんですよ、はい、子供の頃遊んでるうちにどんどんね、はい、もうボロボロになってもう捨ててしまったんですけど、はい、ヤフオクで見つけて落札しました、はい、これなんですよ、はい、おお、綺麗ですね。綺麗でしょ、はい、めちゃくちゃピカピカで、はい、そうなんです。まさにこれ2歳の時に見たものと一緒ですか。同じです。プロペラが赤いこの換気扇こそ飯寄りさんが換気扇の世界にはまるきっかけとなったものです。その後飯寄り魂に火がつき同じシリーズを3つも購入したそうです。その魅力って何なんですか換気扇。これって一言でなかなか言いづらいんですけどね、はい、紐を引っ張ることが好きだったり、うんうん、そのプロペラが回ることが好きだったり、はい、今僕が好きなのは、はい、当時の流行りを反映させているような色使い、はい、まあ、そういったものが顕著に現れているものなので、はい、歴史的なものをこう、うん、探るのも好きだったり。へ、うん、2歳で初めて自分の換気扇を手にした飯寄さんには特技があるそうで、目隠しをして機種、はい、を触ったり音を聞いたりして、はい、換気扇の機種選別ができるという。目隠しをした状態でも換気扇のメーカーを当てられるというんですが、そんなすごい特技があるならぜひ見せてもらいたい。今回は番組が用意したものを使って機器換気扇に挑戦してもらいましょう。どうですか自信のほどは。あまりありません。あ、ないですか、うん、最近の機種ちょっとあまり触ってないので、はい、ちょっと怪しいですね。まずはパナソニックの換気扇、触ってメーカー名を当ててもらいましょう。まず枠から触るんですね。枠、はい、あ、パナソニックですね、これ。色はどっちだろう、白か、グレー、どっちでしょうかね。オール白だったら、はい、この辺りに型番が書いてあるんですけど、はい、パナソニックのロゴの下に、はい、FI の 25P5。 怖い。よかったよかった。強すぎます。想像以上のスピードで。これ何で分かるんですか。パッと触った時のこの枠、はい、でパナソニックはここにこう引っ掛けの部分があるんで、はい、パッと触った瞬間になければ別の会社とかこうもう候補が外れるんですよ、はい、でここの油が溜まるところにロゴが貼ってある。でここの真ん中があのこういうね、はい、羽のこの部分だったらあこれかなみたいな。へえ、はい、すごすぎます、はい、これ簡単でした。これ超簡単で良かったです。あ、そうなんですね。続いては三菱電機の換気扇。今度は音だけを頼りに挑戦してもらいます。はい、オフにしてください。はい、多分三菱の音がする。でサイズは25センチっていう型番の中に25という表記があると思います。はい、ただ、はい、候補が3つぐらいあって、はい、1つは前にフィルターがついてる、はい、それか何もないか、
で真っ白みたいな感じだから何種類か型番の候補を挙げるんで、はい、その中にあれば、はい、EX25LHQ もしくは EX25LP6 はい、それあ、はい、吸い込まれていく感じの風の幅からして25センチの風かなと思って、はい、25センチの風が吹き込むみたいな、はい、あるんですよそのへー、はい、さすがです。もうなんかちょっと怖くなってきました私。換気扇を愛して35年の飯売さんですが最近嬉しい出来事があったそうです。僕にもあの弟子ができまして。弟子、はい、あ、換気扇マニアとしての弟子ですか。そういうことなんです。換気扇マニアとして、まあ、あの頼もしい後輩というか、はい、もう僕の方にもすごく影響を受ける弟子ができました。へー、おいくつぐらいの方なんですか。高校2年生で16歳。お若いですね。そうなんですよ。何がきっかけで。僕のツイッターをフォローしてくださった関係で、はい、まあ、メッセージのやり取りをするようになって、はい、まあ、そこから、まあ、ここにもやってきてくれってね、はい、あのいろんなことをやり取りできる仲になった子なんです。ということで早速高校2年生のまな弟子三宅優生さんに連絡を取ってみることに。優生さんは何で換気扇にハマったんですか。2歳ぐらいの時に気づいて換気扇が好きになってたんですよ。あ、村上さんと一緒ですね。今何台ぐらいコレクションしてるんですか。50台あるかないかぐらいです。お、今見せていただくことできますか。今一番お気に入りは今年入って買ったやつと、はい、これは僕が普段遊んでるやつなんですけど、うん、それ以外にもこっちにもまだあるんですよ。うわー、すんげー。ゆうせいさん、これはお小遣い一生懸命貯めて貯めて買う感じですか。そうですね、換気扇以外に買うもんないんで自分のお小遣いのほとんどを費やすくらいの換気扇はゆうせいさんにとってどんな存在ですか。はい、あ、一生かけて守りたい存在ですその言葉多分違うところで使い道あると思うけどなゆうせいさんから見て村上さんはどんな師匠ですか。はい、ほんまに憧れの存在ですね。へやっぱりこう換気扇集めてきて見てきた知識とかも僕にも教えてくれることは結構あるんで、本当にありがとうございますいつもありがとうございます換気扇の絆があるわけですね優生さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかあの自分のね歩いてきた道をこう行ってる感じで、はい、それももう何倍もの速いスピードで、はい、だからまあね後継者というかね頼もしい後輩という感じなので、はい、もうこれからもずっと可愛がっていきたいなっていう感じなんですけど。換気扇マニアの村上さんが一番伝えたいことは何なんですか。あの換気扇 の、はい、あの掃除、はい、それが20年間ですね、はい、家事のやりたくないランキング1位を取ってしまっている状態でして。いや、もう本当にやりたくないです。こまめに掃除していたらいいんですけど、はい、ついつい、ね、忘れがちなんで、はい、一番ね毎日汚い空気をね吐き出してるのにもっと敬ってもらうべきものなんですけど換気扇のことをね、はい、でもそれが一番僕としてはあの悲しいので、はい、簡単にお掃除ができるっていうことを知ってもらいたいのと、はい、もしも汚れてどうしても汚くなったら、はい、簡単に換気扇を交換できるチェンジできるっていうこともお伝えしたいです。はい、ここで視聴者の皆さんに役に立ちそうな生活情報を披露。まずはプロペラをこう外していきますね、はい、もう外す時もこうやってネジがすぐ外れるんで外します、はい、で外のカバーもすぐに外れます。あ、そんなに簡単に外れるんですね、はい、で換気扇のこの中の部分も、はい、中にこの内輪の形をしている、はい、内輪ネジってあるんですけど、はい、これを緩めていくんですよ、はい、手でできるのもいいですね。そうなんですよ、工具がいらないんでね、はい、緩んだらもうこれそのままズボッと引き抜くと外れます。本当だ、まあ、こんな感じですね、はい、こんなに一瞬で取れるとは思ってなかったです。そうなんですよ、
換気扇をつけるときは外す工程と逆の順番で行っていけば、女性でも簡単に取り付けることができるそうです。回ったなんか自分でやると嬉しいですね、はい、こんなにこれが簡単なんですよ。簡単ですね、はい、掃除してまたこうやってすぐ取り付けられるわけですもんね。もうできますしね、はい、汚れが取りきれなかったらもうこうやって新品を購入して取り替えも簡単ですので、はい、女性一人でも簡単です。本当ですね、はい、よかったです今日教えていただけて。